本出てよかったですね。ありがとうございます。本を出すのもこの活動の一環なので、僕は本を絶対書かなきゃいけない、この活動をする上で本は絶対必須のアイテムなんです。この本売れないわけでもね、これ言っとくと1冊出すと2冊目3冊目も出るんです。大事なのはだから、こう本出したらこうやって皆さん集まっていただけるじゃない。こういう分野っていうのは多分誰も知らないから、重要性に気づいてないから結構スルーしちゃってた問題なんだと思うんですけど、僕もこういう活動してなかったら知らなかったと思いますよ。こんなに、ね、影響のある方で言ってくださる方いないんで、これはもうチャンスだと思って、もちろん賛否両論あると思いますけど、政治家に届けるっていうのはめちゃくちゃいいことなんですよ。最近力を入れてるのが子宮頸がん、若い女性がなる病気なんですけれども、あ、なりやすい病気なんですけれども、こちらの方の予防啓発キャンペーンというのに力を入れてまいりました。こちらの方ですね、まあ、ありふれたウイルスでして、性行為等で感染するというふうに言われております。子宮頸がんの原因であるということはですね、割と最近、発見されました。なんとワクチンが開発されたんですね。日本も何年か前からですね、定期接種といって年齢制限があるんですけれども、中2から高1ぐらいの女性に限りですね、公費助成がされておりまして、タダで受けることが可能になっております。しかしながら、やっぱ何年か前にですね、ワクチンを打ったら痙攣したりとか、いろんな副反応、副作用みたいなもんなんですけれども、たくさん報告されて、定期接種、この積極的勧奨がですね、一時中断された状態になっております。その後ですね、いろんなところで調査がなされまして、ワクチンを打ってない人、打った人、この両方に対して同じぐらいの数の調査をした結果、ワクチンの副反応と言われる反応がですね、両方とも有意差がない、つまり統計的に言うと変わらない、つまりワクチンを打っても打たなくても同じような副反応と言われる反応が起きてしまうというふうな調査結果がまとめられました。未だにワクチンの接種率がですね、7割近くまでいっていたのがですね、なんと 1% を切るような状況になっております。で、同じように諸外国、特に先進国、要は日本以外では、定期接種そして積極的勧奨がなされている状況にあります。日本だけがそれがなされてないと、社会的なことを考えるとですね、ワクチンは接種した方がいいという判断を政治的に行って、定期接種の積極的勧奨が日本以外の先進国では再開されている状況、こういった状況を受けてですね、我々予防医療普及協会は啓蒙活動だけではこの接種率を 70%、80% まで上げることは無理だというふうに判断しまして、最近定時化働きかけを進めるようになりました。基本的に予防医療というのは一次予防と二次予防で構成されます。一次予防というのがこういうワクチン接種ですね。ワクチン接種でまず感染を防ぐ、集団免疫というですね、効果がありまして、つまりウイルスに感染しない人が増えれば増えるほど感染させることも少なくなっていくので、つまりワクチン接種してない人にもワクチンの効果が現れてくるというのがこの一次予防のメリットですね。さらに二次予防で、これで子宮、頸がんの検診をして健康なのかそうじゃないのか判断するわけですけれども、そしてこれは女性だけの問題ではありません。実は男性の中咽頭がんとか陰茎がんの原因ウイルスというふうにも言われております。男性が接種してウイルスに感染しないことで女性にうつすリスクも下がるということで、ぜひ、お金に余裕がある人は、男性の場合はまだ公費助成がないんですけれども、接種をしてほしいですし、中2から、高1ぐらいのお子さんをお持ちの親御さん、ぜひ皆さんのお子さんにですね、HPV に感染しにくくするためにこの HPV ワクチン、ぜひ打って、もらってください。結局政治がやっと動いて HPV ワクチンの積極的勝っていうのを再開しますと、でさらにその積極的勧奨をやってなかった時期に受けられなかった人たちに対して無料で接種をします、すでに自費で受けられた方に対しては金銭的な保証をしますっていうところまで今進んでいて、僕たちのもう一つの目標はその9価のワクチンをその男性にも受けさせようと、そこも無償化しようっていうところまでがゴール、その活動に関してはそれがゴール。もう一つはその男性の接種ですよね。
男性の定期接種始まってる国何カ国かありますけど、それをぜひ進めてほしいなというのもあるんですよ。首相官邸とか行きましたもんね。なんで行ったかっていうと、はい、厚労省になんでそれをやらないんだ、積極的勧奨の再開やらないんだって聞いたら、安倍昭恵さんが反ワクチンなんで、はい、そこが原因なんじゃないか、忖度してんじゃないかと。安倍さんがいなくなったら再開したでしょ。菅総理もすごい人だと思うんですよ。一気にガラッと変わった、うんたんですよね、はい、HPV の積極的勧奨もスタートしたし、それこそ不妊治療も保険適用になったし、一気にその女性ヘルスケア周りが変わって、トップって大事だなってすごく感じました。うん、だから僕たちがじゃあどういう風に動かなきゃいけないかって言ったら、この女性のヘルスケア問題っていうのも実は結構政治を動かさなければいけない部分っていうのはかなり僕は多いと思ってるんですね。何が言いたいかっていうと、まあ、自民党の政治家を動かせばいいんですよと。で、声を上げることが大事で、こういう問題があるってことを聞いてもらうっていうのが大事で、それがラッキーなことに菅さんみたいな人が首相になると一気に進むんですよ。